カーチェイスや銃撃戦が当たり前だったあの頃の刑事ドラマ、昔は民放各局で軒を並べて放送されていました。今回はテレビ局別に一押しの刑事ドラマを紹介してみたいと思います。懐かしいタイトルを振り返ってみましょう。日本テレビ、危ないデカ。舘ひろしさんと柴田恭兵さんの黄金コンビで大人気の危ないデカ、現在も根強い人気がある作品ですが、当初は沖雅也さんと柴田恭兵さんがコンビを組む話もあったらしいです。舘さんは西部警察の舘と鳩の刑事役で活躍し、柴田さんも大追跡で刑事役を演じたほか、俺たちは天使だ、ヤプロハンターなどのドラマに出演し、アクションドラマに欠かせない存在。二人の軽妙でおしゃれなトークとアクション、そして A 氏の挿入歌や BGM もかっこよく、今見ても十分面白い一押し作品。神戸で二人を見かけたなど、新作映画の情報も出ていますが、とても気になりますね。太陽に吠えろ。石原裕次郎さんが七曲り署のボスを演じた太陽に吠えろ。数多くの殉職刑事が出たことでも有名な作品ですが、最初に殉職した萩原健一さん演じる早見純刑事のあだ名は当初、坊やだったらしい。なんじゃこりゃーと自分の血を見て叫んだジーパン刑事の殉職がシリーズの中で最も有名だと思いますが、狙撃者と相打ちになって大出血した後、エレベーターの扉に挟まれながら死んでいたラガー刑事の殉職も衝撃的でした。今から全部見るのは大変ですが、かいつまんで革新人刑事の登場回から見ることをおすすめします。デカ貴族。主役刑事の交代劇が話題になったデカ貴族シリーズ。危ないデカ、ゴリラ系市長捜査第8班の後、またまた刑事役でこのシリーズに出演した舘ひろしさん。町刑事は、舘さんが演じた刑事役の中でも最も渋くてかっこいい刑事役でした。この後、舘さんは自身が所属していた石原プロの刑事ドラマ、代表取締役デカに出演するためこの番組を降板し、代役として郷ひろみさんがメイン刑事を演じることになりました。その後、デカ貴族2とタイトルを変えて水谷豊さん演じる本庄刑事がメイン刑事となり、大人気の刑事ドラマになりました。レギュラー刑事の入れ替わりも面白いシリーズでした。舘さんと郷さんのシリーズの DVD 化も期待しています。TBS 噂の刑事トミーと松。大映ドラマの刑事といえば、噂の刑事トミーと松。富松のドタバタぶりが楽しいコミカルな刑事ドラマでした。女男の富子と叫ばれると耳をピクピクさせて、スーパー刑事に変身して、犯人たちをコテンパに倒していくトミーが痛快でしたね。石井恵さんが演じた森村マリコフ刑は実は、石井さんが演じる前に、別の女優さんが演じていました。一番最初は、清島さと子さんという方で、その次にナンシー・チェニーというハーフの女優さんが森村マリコフ刑役を担当していました。富松と石立哲夫さんが演じた相模捜査課長の珍妙なやりとりも面白いシリーズでした。有料放送の TBS チャンネルで何度も再放送されていますが、途中で止まっている DVD 化もぜひ再開してほしいですね。G メン75。黒木啓司を演じた丹波哲郎さんをはじめ、当時の渋い俳優さんがシリアスな演技を見せたハードボイルドな刑事ドラマ。ドリフの8時だよ全員集合からチャンネルを変えずにこの番組を見ていた方も多いのでは。滑走路を刑事たちが横一列に並んで歩くタイトルバックも有名で G メンといえば、この場面がすぐに浮かんできます。特撮や大映ドラマなどの音楽を担当していた菊池俊介さん作曲の G メン75のテーマも強烈に印象に残りました。現在ディアゴスティーニで DVD マガジンが発売されているほか、有料放送の東映チャンネルでも視聴できます。スーパーポリス。丹波哲郎さんが G メンの黒木啓司のような刑事役を演じ、西部警察以来のレギュラー刑事役で登場した三浦友和さん。太陽に吠えろの殿下以来に刑事役を演じた小野寺明さんなど、昭和の有名な刑事ドラマで刑事役を演じた俳優たちがチームを組んだ異色の作品。戦隊シリーズやメタルヒーローシリーズで活躍した宇野木浩二さんや森永直美さんなど、
ジャックのメンバーによる豪快なアクションも見どころの一つでした。エンディングテーマは渡辺美里さんのデビュー曲でケニー・ロギンスの曲をカバーした I'm Free でした。現在視聴できる方法はないようです。 DVD 化お願いします。フジテレビ大空港。開港間もない新東京国際空港を舞台に、空港特捜部と呼ばれる部署に所属する刑事たちの活躍を描いたアクション刑事ドラマ、太陽に吠えろと同じく、この刑事ドラマも殉職した刑事が多く、最初に殉職した尾形健さん演じるベテランの火事刑事は、第14話で壮絶な殉職を遂げています。派手な殉職の仕方をした刑事が多く、特に中村雅俊さんが演じた小犬刑事は犯人を追って乗り込んだ軽飛行機の墜落により命を落としました。フジテレビもこういうアクションドラマを作っていた時代があったんですね。踊る大捜査線。1997年にフジテレビの火曜夜9時枠でスタートした織田裕二さん主演の刑事ドラマ。カーチェイスや銃撃戦は一切なく、警察組織の争いや様々な問題をリアルに描写した作品。湾岸警察署の3人組の署長、スリーアミーゴスも人気がありましたね。ワンクールの放送ながら視聴率は好調で、最終回の視聴率が 20% を超えたため、映画化が実現。2012年まで4作の劇場版が公開されました。交渉人、真下正義や、容疑者、室井慎治など、シリーズのスピンオフ映画も数多く制作されました。あいつがトラブル。スケバンデカでヨーヨーを武器に悪党と戦う主人公、二代目浅見矢咲を演じた南野陽子さんが1時間ものの刑事ドラマに初主演し、タイトル通りトラブルメーカーな女刑事を演じた作品。上司役は、太陽に吠えろでマカロニを演じた萩原健一さん。後に踊る大捜査線に主演する織田裕二さんや、デカ貴族シリーズでタクを演じた七戸海さんがレギュラー出演しました。ベイシティコップを作ったスタッフが関わっていただけあって、ガンアクションやカーアクションも派手な演出が多かったですね。現在視聴できる方法はありません。どこかでまた再放送、あるいは DVD 化してほしいですね。テレビ朝日。西部警察。コンセプトは、西部劇のようなイメージの刑事ドラマ。馬に見立てたパトカーで激しいカーチェイスと銃撃戦、そしてド迫力の爆破と日本史上かつてないスケールで展開したアクション刑事ドラマの金字塔。ダイモン団長をはじめワイルドな刑事と共にマシーン X、スーパー Z など、スーパーマシーンの活躍も話題になりました。日本の各地で行われた全国縦断ロケ編では、船や路面電車の爆破、煙突の倒壊、銃撃戦やカーチェイスも普段よりさらに派手になり、凄まじいアクションの連続で画面に釘付けになりました。押しも押し、何から何まで驚きの連続の刑事ドラマ。ゴリラ警視庁捜査第8版。西部警察から5年ぶりに制作された石原プロのアクション刑事ドラマ。初回は台北、フィリピンロケが行われ、海外で西部警察のようなド派手なアクションが繰り広げられました。当初は、ゴリラと呼ばれるチームが様々なミッションを行うコンバットアクションテイストの作風でしたが、視聴率の低迷により、派手なアクション路線が少しずつ下火になり、番組の後半から渡地博さん演じる伊達刑事が癌に苦しみながら活動したり、やや人情路線のような刑事ドラマにシフトしました。伊達が乗っていた黒いスタリオンがかっこよかったですね。特捜最前線。1977年から10年間にわたり放送された特捜最前線。愛と死と憎悪が渦巻くメカニカルタウン。非常の犯罪捜査に挑む心優しき戦士たち。というオープニング時のナレーションや、チリアーノさんが歌ったエンディングテーマ、私だけの十字架も心に残りました。匿名化も刑事の入れ替わりが激しく、登場した刑事も数多いですが、レギュラー刑事になる前に犯人役などでゲスト出演した俳優さんもたくさんいましたね。ワイルドな桜井警部の活躍もさることながら、上白課長の凄まじい暴走っぷりにも圧倒されました。
東映のヒーロー俳優が数多く出演していた作品でもありましたね。